率直？ああ、帝からの命が届いた。不尊にも帝を僭称した逆賊炎術を打てと。だがこの命の背後にいるのは曹操だ。炎術自身は小人とはいえその勢力は大きい。帝位の僭称を口実に炎術の排除に動いたのだろう。まあその辺の事情はいいさ。けど炎術もおかしなやつだぜ。天下を取ってもいねえのに帝を名乗るなんてよ。実よりも名を取る、そういう男もいるということだ。君とは真逆だな、孫策。君は口頭に炎術に被験する勢力を築き上げた。ただ己の力で実を勝ち取ったのだ。今や君の動きは天下万人の注目するところだろう。さあどう動く、孫策。君の決断が天下の行く末をも左右するのだ。北に進むならどの道炎術とは戦うしかねえ。それに親父の剣で借り回る。後ろに曹操がいようと消直受けるしかねえな。けどよ、シュウ、曹操ってのは底知れないやつだな。覚えてるか、やつのあの威風。ああ、いずれ炎術などよりはるかに強大な敵となるだろう。敵だよな。いつかは戦わなきゃならねえ。その時はきっと天下の覇者を決める戦いだ。それまで他の奴らに負けるわけにはいかねえな。事の次第は話した通りだ。我ら孫吾は曹操と協力し炎術を討伐する。諸将は軍を率い樹春攻略に向かってほしい。私も後ほど合流する。以上だ。皆の優先を期待する。気に入らんな。いつから周囲は我が輩に加盟する立場になった。良いではないか。若者に道を譲り脇を支えるのも古参の役回りよ。作人様は周遊に絶対の信頼を置いてるの。帝府の気持ちもわかるけど認めてあげて。うん。それに若いとはいえ周遊殿の知略は見事だ。まさに憔悴の器と言えるだろう。新参の若造が知った風な口を。新参だからと俺を低く見ますか。闊達な孫策殿の臣下ともあろうお方が。おいおい、険悪な空気を出すなって。ほら、周太も何か言ってやれ。全然喋らないやつだな。俺より目立ってなくて大丈夫か。何か言ったか。お前わざとか。そんなに俺は影が薄いかよ。こら、みんなでギスギスしててどうするの。これから戦なのよ。失礼、姫様のおっしゃる通りか。すまない、帝府殿。俺もつい熱くなってしまった。気をつけよう。いや、俺もムキになることはなかった。いやはや、姫様にかかれば皆赤子のごとしですな。もう何よそれ。さあいいから行きましょう。炎術が立てこもってる樹春を攻略するわよ。まあそんなわけでよ、曹操と組んで炎術を攻めることにしたぜ。あの曹操が味方とは心強いですね。共に戦うのは董卓との戦以来でしょうか。ああ、今回の戦まず負けはすまい。だがどう勝つかが重要になる。今後も続く戦乱に向け力を蓄えられるか、それを見据えながら戦わなければならないのだ。すまない、お前たちにはまた苦労をかけちまうな。孫策様のためなら。
私どこへでもお供します。たとえ火の中でも水の中でも。私だって周遊様のためならどこにでも行くよ。じゃあ行くぜ、みんな。樹神に攻め込んで立てこもる炎術を打つんだ。炎術、今まで我ら孫家は奴に翻弄され続けてきた。だがそれも今日までだ。これまでの不義、その命にて償ってもらうぞ。よう、そうそう、董卓の時以来か。ほう、孫権のせがれか。さすが高等の虎の息子、立派に成長したようだな。孫権は惜しいことをした。あの男は間違いなく一代の英雄であった。ありがとうよ。その言葉きっと親父も喜んでるだろうぜ。けど今は昔を懐かしむ時じゃねえだろ。うん、そうであったな。こたびの炎術討伐、孫家の働きに期待している。若き虎よ、存分に暴れてくるがいい。ああ、言われなくてもやってやるぜ。バカ、ありえぬ。このような無様を朕が晒すなど。よっしゃ、これでけじめはつけられたな。よっしゃ、俺たちの勝ちだぜ。みんなよく戦ってくれた。見事な働きに感謝する。ふん、若輩者にしては悪くない式だったか。うん、そうよの。孫作殿や周遊殿の若き力とわしらの老練の分、これが合わされば向かうところ敵なしよ。俺も老練の方に入れられてんのかな。まだ若いつもりなんだがな。いい陣容だ。炎術なき今、高等は一定の安定を見た。これで腰を据えて次の戦の準備ができる。次の戦、まだ倒すべき敵がいると。ああ、俺たちは巨匠を攻め曹操と戦う。なんと、曹操は今手を組んだばかりの相手です。炎術が片付けば曹操にとって次の敵は炎章。河北の雄との決戦に向け軍を動かすだろう。我ら孫吾はその後輩を突き巨匠を落とすのだ。巨匠を落とせば我ら孫家は中原へ入る。それは天下への大きな一歩か。周囲、なんという策を。いくらなんでも無茶というものよ。帝府殿、お主も言ってやってくれ。尋常な策ではない。だがそれゆえに敵の強をつける。そういうことか、周遊。ご明察の通りです。承知した。やってみせよ、周遊。帝府殿。若さや熱さに浮かされたわけではない。勝機があると踏んだまでのこと。お主までもがそう言うか。ならばわしも一肌脱ぐとするかの。周遊様すごい。私その作戦大賛成。孫作殿と周遊殿ならばこその一手か。面白い。この俺も全力を尽くそう。ありがとうよ、みんな。まあすぐに攻め込むってわけじゃねえ。曹操と炎章の動きを見つつ準備しねえとな。今はまず帰ろうぜ、俺たちの孫吾によ。やりましたな、殿。あとは炎章を倒せばもう殿を阻む奴はいませんや。いや、真に恐るべきは孫策よ。わしは孫権が倒れれば孫権などついえると思った。だが奴はわずか数年で
高等の覇者となった。そしてこたびの戦ぶりよ、わしの波動を阻むのはあの若き虎やもしれん。あの小僧ね。さてどうでしょうか。私にはそうは思えません。おお、なぜだ。書くかよ。孫策は高等にはびこる勢力を一掃しました。確かにその力は見事ですが、恨みを買いすぎています。それに対して彼はあまりに無頓着です。高等の小覇王は前しか見ていない、いえ見えていないと言っていい。いずれ教主に倒れ、そう思えてなりません。うん、精進が英雄を止めるか、つまらぬ話だが考えられるな。思えば孫権の死もまたそうであったか。だが孫家は竹木虎の群れ、いずれその一頭がわしと並び立つやもしれん。その時虎はどのような道を選ぶか、今から楽しみよ。兄上はどうされたのだ。巨匠攻めの準備で忙しいこの時に。兄上の指示を仰がねばならないことも多い。もう少しお立場を考えてもらわねば。伝令、伝令、大変です。孫策様が狩りの最中に襲われたとのこと。得体の知れない者らに包囲されているそうです。何、まさか高等の諸侯の残党か。そんな、急いで作人様を助けに行かなきゃ。兄上どうかご無事で。なんということだ、孫悟の天下はすぐそこに見えているというのに。孫策、こんなところで君を失ってなるものか。あれ、そういえばお姉ちゃんもいない。もしかしたら孫策様のところにいるのかも。大変、私が助けに行かなきゃ。待っていろ孫策殿、今こそ報恩の時。俺が必ず孫策殿を救い出してみせる。兄上を教師からお助けせねば。急いで情報を集め、兄上のもとへ向かうぞ。この身は幻影よ。本物のわしは剣豪城におる。孫伯と共にな。幻影とは、あやつは一体何者なのだ。孫家の誇り貫いたまでだ。報告、各地で不吉らしきものが目撃されています。また虚構の姿も確認されています。おそらく奴も孫策様にあだらすものかと。こたびの相手不吉はただものではない様子。普通に戦っても倒せますまい。ルキツは罠を張り巡らせているようです。まずはヤツメに関する情報を集めましょうぞ。孫伯、お主は乱世を深める強勢よ。故にその光、わしが今ここで消してくれん。くそ、ふざけたこと言いやがって。気をつけろ、こいつ妙な力を使うぜ。今この場にわしはただ一人にはあらず、あまたいる我が幻影がお主らをなぶろう。ここで消える。この一帯はすでに我が術で包み込んでおる。
本白布の腹からよ、深き霧の中で惑い続けよ。せっかく子が似てるってだけでなぜこんな目に。剣行場の前は炎で塞がせてもらった。お主らは場外で孫白布の最後を見届けよ。ここで決める。やりえん。わしの術が破られ、この身もついえるなど。だが一人で死にはせぬ。強制孫白布、お主の天命も道連れよ。ありがとうよ、おかげで助かったぜ。けど今回は心底疲れちまった。伝令、右筆を撃ちました。しかしどうやら別人だったようです。立ち止まるはずじゃなかったのによ。孫作、弱気など君には似合わないぞ。兄上、兄様。この先の孫悟はお前に任せたぜ。兄上、そんな私では。俺や親父を気にすることはねえ。お前はお前らしく信じた道を進め。じゃあな、孫悟の未来楽しみに捨てるぜ。孫作、兄上。兄様、兄上、兄上。そうか、半数が出ていったか。致し方なし。おそらく今後も離脱者は出るであろう。加えて海警路領に反乱の気配もある。今孫悟の地盤は危ういと言えような。それこそ致し方ないことだ。私は兄上ではない。今まで通り使いよというのは無理な話だ。テーフよ、お前も私に気兼ねすることはない。これまでよく孫家に仕えてくれた。今後はお前が思うように生きよう。父上、兄上、もう私たちだけになってしまいました。この先どうするの、ケニー様。わからん。少なくとももうこれまでのようには進めまい。ねえケニー様、私たちで孫悟を立て直しましょう。孫悟は父様と作兄様が建てた国だもの。その思いを、夢を二人で受け継がなくちゃ。翔子、私は父上や兄上の足元にも及ばぬ男だ。私には孫文代の威風も孫白布の覇気もない。そのようなものが立ったとて
従う者などいるまい。ケン兄様。そんなことはありません。孫賢様には私たちがおります。お前たち、なぜ。少しは目が覚め申したか。テーフ、これはお前が。若輩者を頼るのはいささか尺でしたがな。孫作殿を失ったのは痛恨の極み。孫賢殿の悲しみは俺たちには計るべくもない。だが孫家には、孫賢殿にはまだ俺たちがいます。目立たなくたっていつまでもそばにいますよ。今さらどこにも行けませんわい。この孝行服、生涯最前線で戦いましょうぞ。この命、孫賢様のために。みんな孫賢様と一緒にいるよ。孫作様だっていないけど一緒だよ。お姉ちゃんもそう言ってたもん。孫賢様、前へと進んでください。孫作様の分まで。姉上。孫賢様、いえ殿、まだ誰も諦めてはいません。孫吾の夢、時代につなぐのです。ああ、父上、兄上、申し訳ありません。私は何も見えていない愚か者でした。孫吾にはこれほどの仲間がいる。それでどうして夢を追えないことがありましょう。私は父上でも兄上でもない。その当たり前のことが何だというのでしょう。みんな、私は誓おう。もう二度と弱音は吐かぬと。孫吾のためにこの命を使うと。ケン兄様。孫作、君を送るのに涙は見せまい。私たちはこれからもこの血潮の熱きままかけるのみ。君はそこから見ていてくれ。孫吾の旗が天下にたなびく様を。ケン兄様。Thank you.